私もうスクール行くから急がなきゃ。先生の言うことちゃんと聞いて安静にしてなきゃダメよ。今このアクターズスクールに通ってるのは65人、その中で事務所に入れるのは年間ごめんね。ああ、うん、すごいねちーちゃん。スクールの月謝は月に24,000円。これでも割と良心的な価格だ。やば、実力、強運、タイミング、全てが揃わないと目に留めてはもらえない。最近はかなりショック。きっと間に合わないって。だからこそ後悔のないようにやってきた。おばあちゃんの命に。でも合格したって報告だけでも、夢は叶うって報告だけでも。笑ってないで教えてよおじいちゃん。いいか千鶴、思いは必ず届く。はあ、は臆病なくせに見えばっかり張って無責任に前向きで。よいか千鶴、人の夢は必ず叶う。へえ、なんか強引。夢ないの。でも私この話好き。神頼みをバカにしてはいかん。あれはまさにさゆりに求婚する前夜、その溢れる思いを神さんが聞き。休日はよく図書館に行って本を読んだり、お小遣いを貯めて映画館にもよく行った。本気で女優を志したのは中3の時。お前に何がわかるって言うんだよ。じ、役が取り付いたとまで言われた演技はデビュー作一本で当時の演劇界を席巻した。そんな幸せを運ぶ存在になってほしいって。私の名前和人さん、ご飯粒。あ、女優に。千鶴、千鶴、演技の世界はそんな簡単なもの。なれるぞ。俺は嬉しいぞ千鶴。お前が自分の夢をしっかりと口に出してくれて、冷めた子供だと思っていたが。うん、約束、桃園の誓い。夢は叶うって言ってくれて、応援するって言ってくれて。千鶴、おはー。私が病院にいたって、おじいちゃんが助か、女優になった姿見てくれるって。思いは必ず届く。おじいちゃん、おじいちゃん。知ってた、私の名前。どんな願いも叶える。千羽鶴からおじいちゃん、強く願えばどんな夢でも叶えるんだって。叶う、叶う、必ず叶う。夢は叶うって私に嘘をついたの。それならお願いよ、もう夢は叶うだなんて言わないで。
クラウドファンディング。そしたらさ、すげえんだよ。クラファンで企画立ち上げてお金集めて200万くらいでも自主制作映画撮ってるやつなんてバンバンあちゃんに見せられるんだよ。水原がスクリーンに立ってる姿だってほら、キーごめん。ぐあ、気が気じゃねえ。でもこうしてる間にもこなんてだよ、風呂じゃなくていいだろ。でも悩むのも無理はねえ。食べたんだ。自主制作映画にかかる費用は規模にもよるけど、機材、人件費、編集費用、立ち上げさえできれば無理な数字じゃない。クラウドファンディングっていうのは、その、それくらい持つのかは俺にはわからない。でもだから残されたおばあちゃんに私が救う。水原、水原、さっきはいきなりごめん。驚くよな、そりゃあんなこと。でも決めんのは水原だし、無理にってわけじゃ。今言ってほしい。作って私の映画、おばあちゃんに必ず最後まで何があっても。